クラブは戦後復興期に京都市北区に設立されたゴルフ場である。上鴨コース、長山コースを有するほか、国内各地7ゴルフ場を系列に持つ。じゃが、区分に加盟している。会員数は、敬老会員を含め、2010年現在で約3260名。バック T のハンディキャップ制限は15。プレイシューズに特段の制限はない。 平日は二人一組、土休日は三人一組でのプレーが原則として認められる。会員種別に性別要件があり、異性の会員権を取得することはできない。太平洋戦争後に初めて建設されたゴルフ場で株式会社方式での運営、法人会員制度の導入を日本のゴルフ場で最初に実施した。また、日本独特の女性キャディシステムを廃止し、 セルフプレー方式や4人乗り電動乗用カートをいち早く導入するなど日本ゴルフ界の宣伝をつけてきた。両コースにレストラン、練習場が設置されているほか、会員家族を対象にしたゴルフスクール、ジュニア教室、会員制度、75歳以上の会員を対象にした経路招待競技の実施をはじめとする催しがあり、会員の半袋以上に力を入れている。また、 両、コースとも1975年より、広域避難場所に指定され、緊急時の放送連絡設備が設置されている。18ホール、5910ヤード、パー69。高低差15メートルの給料コースで、各ホールに、ベントと高来の2グリーンを有する。白母のハーフラウンドプレイが可能。クラブハウスには、貴品室や絵画ギャラリーが設けられている。 コース中を明神川が流れる。この川はやがて、鴨脇ワイカズチの神社を経て、鮭の街並みで知られる、神鴨本通り沿いに至る。倉間街道に接する17番ホールのティーインググラウンド脇の木陰は、鴨脇ワイカズチの命が降臨した、おわれ所として、例年の青い祭り拒行前に、この場所で神事が取り行われる。18ホール、4807ヤード、パー67。 アップダウンの変化に富む山岳コースでインにロングホールを有しない。ホールの多くにレディースティとプレイング4対応の特設ティが設けられている。ホールには高麗グリーンのみ、早朝および白母のハーフラウンドプレーが可能。長望に優れ、コース上から京都市以外を一望できる。午産送り日挙行日にはレストランで予約制のディナーサービスがなされる。 一番ホールのフェアウェイを船山への登山道が横切っており、登山者が通行する際にはプレーを中断しなければならない。京都ゴルフクラブ長者コースの空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに作成。2008年4月21日撮影。京都ゴルフクラブ上鴨コースの空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 2008年4月21日撮影。京都ゴルフクラブ全体の空中写真。鴨川を挟んで西側に長山コース、東側に上鴨コース。国土交通省国土画像情報をもとに作成。2008年4月21日撮影の4枚を合成作成。終戦を境に、日本全土はアメリカ合衆国を中心とした連合国の占領下に置かれ、 西日本全部を管轄する第一軍団本部が京都に置かれていた。その連合国軍最高司令官総司令部軍政部から軍人のレクリエーションに京都市内にゴルフ場を建設する案が出た。計画は1946年8月第一軍団軍政官少佐ハロルドシェフィールドを先頭に進められ赤星郎設計、鹿島組主向による 総工費2億7千万円という大プロジェクトとなった。計画地は池が2つあり、原子林に囲まれ、場所も非常にいいし町から近いと京都大学園修林と上賀茂神社の8万5千坪の境内林に決定。シェフィールドは聖地、新域に外国人の息のかかったゴルフ場を作るとは、けしからんと必死に抵抗する神社関係者を抑えて、9月23日に、 実測を行い、即座に伐採を始めて、11月15日には、非公式を取り行った。しかし、膨大な費用がネックとなって、GHQ 総司令官、ダグラス・マッカーサーから12月7日に中止命令が下る。さらに、神社関係者からの、京都の軍政官と日本の関係は、宗教の自由を圧迫して、ゴルフ場を作ろうとしているとの GHQ への直訴を、 受けて、一連の建設関係者が差門されることとなった。日本語の官能なシェフィールドが、神道や仏教を学んで、神事や鮭の行事に出席しながら、宗教圧迫などの事実はないと再三にわたり神社、関係者への説得にあたって、了解を取り付けた。同時に、ゴルフ場が京都の将来の観光資源になると期待する。 京都府知事の木村厚氏が日本側の首脳責任者として GHQ への矢表に立つとともに大替地を用意。また、数々のゴルフ場を手掛けた足立忠氏が木村を通じてシェフィールドにあってコース志向を引き受け、観光日本株式会社監査役の久保田久美吉が現場責任者として着任した。足立が米軍から銃器技術者提供を受け、かつ 京都市からも土地権利者との交渉で後押しを受けたことで当初計画の10分の1である3000万円に抑えることに成功した。こうした官民のチームワークにより左門を切り抜け中止命令をも撤回させて契約が締結される運びとなった。1948年7月に6ホール、10月に9ホール。 翌年3月には18ホールが作られ、日本で戦後最初の新築ゴルフコースが京都の地に完成した。1950年朝鮮戦争により、プレイヤーは米軍兵士から西人界隈の経営者に入れ替わる。戦争特需で会員数が急増。このために1958年に西コースが新たに着工され、1962年に完成した。 長シャンコースの所在地は京都市北区西鴨さ山である。両コースともに夏季の所要時間はほぼ同じである。ありがとうございます。